大竹真志講演録火曜日の担当は関西大学特任教授深澤真希さんです。こんにちは。お願いします、はい。お願いします。ますの猫も餌くれないって騙しますよ。うんうん、<laughs> 朝夫があげるはずなんですよ。朝三十グラムあげるはずなんですけど、うん今日は三十グラムもらってない、うん、っていうかおかしいなって思ってあげたら来いしたらあげたよみたいな。って <laughs> <laughs> よくありますよ。そう,そう,そう,うちの猫もね、<laughs> うん、すごい年なのにちょっと太ってきたんだよ。<laughs> その愛ゆえにだされてるわけですけど今日のテーマはね国立大学法人法改正案の問題はい。これは結構重大なのでその割にはメディアとか SNS でもあんまり話題になってないので臨時国会中の衆議院の委員会で先日国立大学法人法改正案 可決されてしまったんですが、うんはい、これまだ参議院の審議前なので、うんえー、ぜひ皆さんに知っていただきたいあのやっぱり世論が盛り上がると、ねうん、あの検察庁の問題とか、うん、ああいう感じでこう見直しも図られますから、うんでまあ、これ、ね、どういう問題かってと、はい、前回取り上げた国立科学博物館のクラウドファンディング問題とも通じるんですが、うんうん、要するにです、ね、この国が文化、科学教育に税金をなるべく使いたくない。うんうん、しかも 界にいいななりってほしでお前ら自力で稼げっていうこともこの2三3 0年ずっとやってきているんですがさらにこの今回の国立大学法人法改正案では大学自治が奪われかねないという非常に大きい問題があるしかもこの改正案ですね大学の学長たちもですね本当にですね最近まで知らなかったつまり当事者に全く図ってないままにこの改正案が通ってるんですけれどもこれ長いスパンでですね国が大学 大学改革という言葉が、まあ、この頃確かに大学が、ね、レジャーランドなんていうふうに、まあ、まさに私が大学生ぐらいの時は多分一番大学レジャーラン80年代ぐらいは、まあ、バブルってこともあってでまあ、大学改革ということで、まあ、いい面もなかったわけではないんですがただそこからどんどんバブルがはじけていくとですね政府の介入が著しくなってきて一番大きかったのは2004年20年前に国立大学が独 国立行政法人化いわゆる独法化してしまったわけですねで、これはもちろん国立ではあるんだけれども、うん 自分ででも稼いでねってでこれは国立博物館あの前回の国立科学博物館のように、うん、あの全てのものがそういうですね本来であれば国が税金で守るべきものがこの独法化することによって、うん、まあどんどん苦しんでいる、うん、特にですね国立大学は毎年1%ずつ運営費交付金が減らされる100年だったらゼロになっちゃうわけですけどこれでこ,のこれを機にですね大学の非常勤講師が増えたりとか研究力が 下ががったりっていうことがあるでさらに10年前2014年には改正教育法と国立大学法人法この時も改正があって学長の権限国立の大学の,この学長の権限を強化する。 うん、というのは本来であればですね大学というのはですね別にあの学長がリーダーシッ,トシップを取ることが重要ではなくてあくまでも教職員と学生が作っていくこれが大学の自治なんですけれどもまあ学長にえ文科省が口を出すまあ国の言うことを聞いてくれる人になってほしい。さらに 教授会ってものが本当は大学はすごく重要なんですけど、うん、教授会の権限を著しく減らすとかですね、うん、あるいはいろんな重要な会議の過半数を外部委員にしろ結局ですね、うん、この外部委員っていうのは要するに政財界の人が入ってくるわけですね、うんはい、そうなんですよだからこれがもうですね,にね、はい、10年あの前にもすでにこれが行われていて結果ですねこの改正の後いくつかの国立大学で学長とか総長の独裁的な運営が行われるようになって で実際にあの裁判が、はい、要するにですね国を批判した学長が急に降ろされるとかですね、はいはい、そういうことが実は起こっていたり学長があの長期政権を握ろうとしたり、うん、なぜならば学内の学生とか教職員と教授会の声がもうどんどん無化されていって、うんうん、外部委員とかあの,の声が強くなっているからなんですね。うんうん、ということがあってそして皆さんの記憶に新しいところで言うと、うんうん、2020年の 学術会議問題ですよねこれ要するに政府に批判的とされる6名のほとんど著名な私たちがメディアで見るようなこの番組にも来てくださっているようなえ研究者の方々が任命拒否をされた。しかも 未だに理由も明らかになっていないし、はい、撤回もされていないし、うん、そもそも学術会議をまた骨抜きにしようとしている。うん、この動きは全く止まっていないわけですね。うん、で、これはこの次の問題が実はあまりこう。報じられてこなかった。問題なんです。というのは、うん、昨年。 国際卓越研究大学ってあんまり皆さん聞いたことないと思うんですよね、はい、ただこれできたとこの制度ができた時からまずいなと私は思っていてでもまずいと思ってる人はたくさんいたんですが、うん、どういうことかというと、うん、政府がですね10兆円のファンドを作ったんですねでもファンドなので本体のお金手をつけるわけじゃなくて運用益をまあ、うんうん でまあ、毎年3,000億ぐらい運用益が出るって話は、まあ、ファンドって難しいのでね、うん、どうなるのかと思いますけど、まあ、その運用益をあいくつかの大学に分配するっていうこと、うん、なんだけどこの国際多血研究大学ってこの大学の最高意思決定機関として。 運営方針会議っていうものを作ってもうそもそも今教授会とかの力がないのに、うん、別に新しい会議を作って、うん、でまたその半分以上を学外の人に、うん、要するにですね経営者とか、うん、政財界の人を入れるっていうことで元文科省、うんうん、今大学ってただでさえですね、うん、元キャリアの人とか元経営者の人がばんばん入ってきてるんですけれども、はい、最高意思決定機関にその運営方針会議っていうものを作んなきゃいけない。だから お金が欲しければ言うことを聞けっていうのがこの国際卓越研究大学のまあ大きなテーマでまあこれね毒まんじゅうだってね食べたいけど食べたら死ぬよっていうことで,で今回はまあ10の大学がこれは国立も私立もあの応募できるのでやったんですがなんと東大や京大は通らずまあ東北大学が今まあこの後また選ばれるかもしれないんですけれどもでかなりですね東大や京大はまあ焦っているというか自分たちは通らなかった。 えーでまあ、そういうような経緯があってそれを踏まえてですねこの今回の国立大学法人法改正案というのはもともとこの国際卓越研究大学だけに義務付けられていたこの政財界が介入する運営方針会議を東大とか京大とかですね大阪大学とか名古屋大学とか、まあ、私たちがよく知る、まあ、いわゆる旧帝大といわれるような有名な大学にまず最初に義務づけると。ね でいずれは全ての国公立大学とか私立大学に義務づけると。うん、ただ問題は今回その この卓越大のののファンドの運用益がどうししても欲しいので、うん、大きい大学も、うん、表立ってですね東大の学総長とかが反対しない、うん、むしろ賛成しているわけですね、うん、まあいいじゃないですか外の血が入ってみたいなことを言ってしまっているという、うん、かなり長い時間をかけてここまで政府が大学を骨抜きにしてきたという、うん、これ最終コーナーにとうとう入ってしまったというのが今の実は状況なんです。かなり、うん <laughs> とはい、そこでいろんな研究とか、はい、そういうことに関しても結構国の力が働いてくる、まあ、自由な研究とかそういうことも、まあ、学術会議のようにこう本,本来ならば自由に研究して好きな成果を上げていきたいこともできなくなっていくということになりますかはい、うんで 特に大きいのはですね国,がよ国や政財界が一番期待しているのは日本は戦後の反省とあの平和憲法のもと、うん、軍事研究というものをしていない、まあ、確かにそれは珍しい国ではあるんですね。 でまあ、要するに軍事研究をしてほしいわけですうん、うん、で軍事研究をしてしてほいということで、うん、あのその一番大きなあの邪魔になってきたのが大学自治ということなんですね。うん、でその大学自治を奪うことによって、えー、軍事研究もできるし、うん、あるいは外資を呼び込むことができて、うん、例えばですね今もすでに大学の中ってもういろんな企業のです、ねうん、お店とかあの食堂とか、うんはい、いろいろ入ってきていて、うん、まあ大学って結構一等地ですから、うん、そこを使っていろんなことを 大学と組んでホテルをやるとかそういう外資と大学にビジネスをやってほしいとかですねそういうなんかも本筋じゃあ本筋がうまくいってればね私そういうことやってもいいと思うんですけどもでもあの日本ってこの政府が大学に介入した20年の間に予算が少なくて自治が制限されることによって 競争力力もも研究力もですね著しく下がっているわけですね。で、それに対する政府の反省はないわけです最近日本の、ね、国の研究力が下がってるから何とかしなければいけないあなたたちがやったからだよっていうことなんですけどで日本は確かにノーベル賞を受賞した多くの日本人研究者います。だけけどそれは戦後かからバブルにかけて 基礎研究とかが充実していたわけですねしかも日本がすごいのはノーベル賞を取るのは東大とか京大とかではなくて地方の国立大の出身者の人も取ってるって、うん、こういう国ってなかなか実はない、うん、それは何でかって言ったらあまねく日本中の国立大学に対して、うん、あの一定のです、ね、支援をしてきたというあのそれをきちんとですねあの評価していないがために今になってやっているので今,今ですね 大学であってもですね、うん、予算が減っているので、うん、あの国内の私立大学とか。うんうん 海外の大学に赴る研究者が実はどんどん増え始めてきている。うんまあ、人材の流出が起きているってことですね。うん、そうなんですね。まあ深澤さんも以前もねおっしゃってましたけど、やっぱその大学っていうのは今すぐ国の役に立つとか、す今すぐ国がやってほしいことをやるとかっていうための機関ではなくて、あの今は別に特にあの役に立つとか、今すぐに必要だけではないけれど、長い間積み重ねてきた研究の中から本当にそうです。あの大きな発見とか。 あ、他にはないような業績を積み上げる場所であるから、はい、まあ今おっしゃったような。政財界の思惑で今必要な県警、はい、研究をやれないっていう場所にしてしまったら、はい、もうまさにあの。 時間をかけてきて積み上げたものが全部失われてしまうと。そうなの。あのちょっと前にあった文系の流れが途絶えるみたいなのも。人文系を嫌がるっていう。それもこの流れの中にあるんですか。やっぱだって人文系の学者はうるさいわけじゃないですか。政治のあり方とか哲学のあり方とか、それ軍事研究とかお金に目の目先のお金になるようなことをやってくれないですし、あとはね今日本が非常に問題なのはこの国際卓越研究大学もそうなんですけど少ない大学に。 多くの予算をやろうとしていいるすすごい古い発想なんですね選択と集中っていうわけですけど、うんうん、これでもすでにですね多くの大学に少しずつ予算を分配する、うん、広川作の方が研究成果が出やすいっていう結果が出ていって、まあ、それはそもそも戦後の日本がね、うん、さっきも言ったように地方の国立大学出身の人もノーベル賞を取れるような研究をしてきたってことは、うんうん、この広川作が うまくいってきたわけなんですよだからね日本の大学を復活させるためには政財界の介入じゃなくてまずはとにかくこの毎年1%減らすってよくわからないさ、うん、もう本当にひどいあの罰ゲームのような運営費交付金の減少をね、うん、やめさせないとしかもただでさえ減ってるのにですね、うん、<laughs> それ以外のプラスアルファのところはなんかねすごい面倒くさいいろんな書類を出したり言、うん、い,いなりになりそうな書類を出したところに通るので、うん、もう学長とか総長もすごくですね萎縮していて。うん そうするとうるさい教員の研究を取り上げないとか、うん、っていうことになっていてもう大学の自治っていうのは憲法の学問の自由で保障されてる、うん わけでですよでもねすでに大学に問題が起きたら文科省は十分介入できるわけなぜなら交付金を握ってるから、はい、それは国公立だろうが私立だろうがだって日大の時に問題が起きたら交付金を減らしたわけだから日大はなんとかしようと努力をして、まあ、今なかなか大変ですけどでもだから政財界の介入ではなくてまずは大学の中のできちんと変えていくあるいは政財界じゃない形の第三者機関を作るとかねやりようはあるんです ですけども役に立たせようとするがために20年間かけて。 ものすごく痩せさせて、今中国とか韓国の大学は本当にお金をすごく使ってるので、あの研究力もどんどん上がってるし、論文が引用されることがすごく重要なんですが、日本の論文かつてはたくさん引用されてきたんですが、今はやっぱり中国とか韓国の論文の方が、えー、引用もされているということで、うん、う研究者がね、ねうん、あのより潤沢な研究費の使える環境へ移ってしまうってこと思います、ね。移ります、移ります。ますね、その方がよっぽどね、国のためね、本当にね、本当に 外国っていうのはね、こう本当に教育とか文化とかね、うん、そういう科学にお金を使うことだと思うんですけども、なぜ逆のことをやるのか結構ね、新速最近不思議だなって思うようになってきました。大竹伸之高有禄、はいうん、今日の担当は深澤真紀さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。明日の担当は北太郎さんで。